皆さん、こんにちは。ヒムラボへようこそ。ナビゲーターのアイナです。今回はオープンソース 3D プリンターのキットを入手しましたので、その紹介をしたいと思います。3D プリンターはわかるけど、オープンソースって何？って方のために簡単に説明しますと、図面やデータ、部品リストなどの組み立てに必要な情報だけが公開されているだけで、完成品やキット、各種部品などの販売を公式で行っていません。そのためフレームやモーター、ネジ1本に至るまで自力で部品を集める必要があります。さらに 3D プリンターで出力しないといけないパーツもあるため、難易度は高めかもしれません。様々なオープンソース 3D プリンターが存在していますが、今回はボロンデザインで公開されているシリーズの一つ、ボロン 0.2 になります。造形エリアは 120mm 角と小さめですが、最大の特徴は、丁寧に組み上げて適切な設定がされれば、高速な造形が可能なところでしょうか。ありがたいことに、様々な場所でボロンのキットが販売され、自力で部品を集めなくてもよくなりました。どれが良いか悩んでいたところ、おすすめされたのがサイボーアさんで、ボロンのキットや各種パーツの取り扱いがあります。ボロン 0.2 であれば、一部の 3D プリントパーツを金属部品に置き換えたり、高性能なホットエンドが付属しているキットも。今回は ABS パーツ付きの通常版を選択。現在円安のため、少し高くなるのが残念です。そして、これがサイボーアさんから届いたボロン 0.2。段ボールが小分けされているわけではなく、一式すべてがこの中に入っています。開封すると、内部は発泡ポリエチレンに収納された部品が。この発泡ポリエチレンは6段で構成されており、各パーツがきれいに収納されています。他にも用紙が1枚同梱されており、GitHub と Discord へアクセスするための QR コードや配線図が記載されています。それでは、それぞれの収納内容を細かく見ていきましょう。早速、1段目から確認していきます。これはネジや小型金属パーツが格納されている部品ケースで、蓋の裏面には、それぞれの部品名や個数が記載されています。この気になるケース、何が入っているのかというと、ホットエンドやノズルが入っていました。結構厳重に梱包されてます。ホットエンドの構成は、セラミックヒーターと V6 タイプのヒートシンク。先端には高加工の V6 ノズルが装着されているようです。点が3つなので、V6 高加工ノズルの穴径は 0.4 のようですね。付属の真鍮ノズルも穴径は 0.4 のようです。こちらはツールヘッドの周辺やコントロール基板を冷却するためのファン。後日、よく使っているメーカーに変更するかもしれません。これは、ノズル付近を照らすための照明用 LED。初期の頃は付属してこなかったそうです。こちらは USB の Wi-Fi。おそらく技適は取れてないと思うので、日本で使う場合は別の製品を購入してきた方が安全でしょう。他にも端子が3つあるタイプの電源コード。加速度センサ。小型ディスプレイなどが1段目には収納されています。2段目はこちらから。本来ならリニアガイドを固定するパーツはナットをはめ込んだプリント品を使いますが、このキットではネジが切ってある鉄板になります。もちろん、こちらの方がしっかりとネジを固定できます。これはメインとは別で、トップハット用のアルミ押し出しフレームになります。そして、ABS のプリントパーツ。主にアクリルパネルの固定用パーツと筐体の下部パーツになります。3段目は残りの ABS のプリントパーツです。気になるプリント品質を見てみましょう。スルヘッドのミニステルスバーナー。プリントパーツ同士もきちんとはまり、問題はなさそう。仮組みパーツをばらしてみると、可動部分は摩擦抵抗がないくらいの加減になっており、固定が必要な部分はしっかりとはまっているのがわかると思います。プリントパーツの表面はこんな感じ。全体的に綺麗に出力されていると思います。それでは引き続き次の4段目を見てみましょう。重要パーツの Linux 兼コントロール基板です。フライジェミニという名称でメローさんから販売されています。最近はラズベリーパイが入手困難のため、代替製品も増えているようです。そして、すでにクリッパーが書き込まれているんですよね。組み上がれば、すぐ動かして動作の確認が可能です。こちらの PEI ビルドプレートは、加熱中は出力パーツを定着し、冷えると自然に外れるため、人気のビルドプレートです。裏面のマグネットシートを取り除くと、表面とは異なり、凹凸のない平面を使うこともできます。そして、ビルドプレートを取り付け、ヒートベッドの役割をするアルミ板。このアルミ製ベッドは厚みが6mm もあるので、
ボロン 0.2 くらいなら強度も十分だと思います。別途加熱用には、こちらのシリコンヒーター、24V60W です。他にもステッピングモーターをはじめ、様々なパーツが収められています。主にケーブル関係が多いようです。コネクタが付いていないケーブルもあるので、その場合は自分でコネクタをケーブルへ圧着しなければなりません。5段目で目を引くのはこちらの工具。ドライバータイプの六角レンチが付属してくるのは珍しいと思います。そして 200W のスイッチング電源。110V に設定されていない場合は、このスイッチを切り替えておきましょう。他に収納されているパーツはこちら。最終段は今までの中で大型の部品。ボロン 0.2 全体を覆うアクリルパネルを収納。黄色い封筒に収められているものを取り出すと、細胞和製のリニアガイドが入っていました。他にも結束バンドや両面テープなどが入っています。以上、細胞和製ボロン 0.2 キットの内容についての紹介でした。完成に必要な部品が全て揃っているので、組み立てに集中できるのが良い点だと思います。あと、今回紹介していた ABS パーツの色について補足説明をしておきますと、通常は ABS のアクセントカラーがレッドで、ベースカラーがブラックですが、今回は注文時にイエローとブルーに変更しました。そのため、通常よりも若干割高になっています。ABS の出力がうまくいく環境がないけど色を変更したいのであれば、あえて最初から色を変更しておくのも良いと思います。他にも注意点として、庫内を照らす LED などは付属していないので、必要な場合は別途購入する必要があります。細胞和さんでも2種類の取り扱いがあるので、注文の時にキットと一緒に頼んでおくと便利です。細胞和さんのウェブページで見当たらない?失礼しました。各パーツの販売はこちらで確認する感じになります。単品購入も主にアリさんで行うことになるので、利用できるようにしておくと便利です。他にも様々な改良パーツのデータがこちらで紹介されているので、一通り見てみるのも楽しいのでおすすめです。一部のモッドはアリさんで必要パーツを販売していることもあるので、購入すれば様々な場所で集めなくても済みます。中には ABS のプリントパーツもセットで購入することもできるので、必要に応じて選択すれば良いでしょう。他にも金属部品の交換品も販売されているので、軽量化したり、強度を上げたりすることが可能です。ひとまずボロン 0.2 の紹介はこんなところでしょうか。それでは、今回はこのあたりまでにしたいと思います。ここまでご視聴くださり、ありがとうございました。このチャンネルでは、メカと電子工作を組み合わせた、メカトロなものづくりをお届けしていきます。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間なく